これケースついたままの感じがいいよね。いや、撮ろうか、うん、これ、画面これ反応する？うん、あ、わからん。何年ぶりだよ。撮ろうか。あ、でもさ、こうでいいんか、別にカメラはこっちからなわけね。うん、見るだけでいいし、うんうん、私のアカウントでいいね、うん、いい。で、どれを選んでみるんっけ？どうやって見方は。あ、そっからか。うん、ツイキャスじゃないよ。ビビットライブよ。ビビットか。うん。ビビット。タカ君。はい。見て取るとかじゃないの？見てみようか。パソコンに来てるの分かる？充電中になってる。これじゃないか。ああ、来てるんだろうね。来てんだろうね。これ、リアクトの腹。普通に？どういう感じ？映像が映ってない？まだ来てないだけかね。撮れる？うん。あ、そうそう。撮るね、こっち。なんだこれね、うん、もうタイムラグがすごいね、うん、どこがどこがひどいことになってるもうタイムラグでかなり映っとるけどね。いけんね、ここんね。読み方を悩むゆきさん。どうしよう。うん、ジェフゆき。ジェフゆき。ジェフゆきさんって自分の中で呼ぶんだけど。こんばんは。こんばんは。声の感じどうですか。今日はですね、三原市白町にある居酒屋六面線さんから配信をしておりまして、ちょっと小声で喋っております。まあ、小声にどれだけ耐えれるかいう感じでね。これどこに置こう。あんまり置いたらここが見えんもんね。こうやろうか。上危なくない？横はこう後ろにこう挟む感じで。どう
タイムラグすごいね。うん。旅行か。めっちゃ久しぶりだね。ご無沙汰だね。久しぶり、久しぶり。うん、タイムラグがすごいね。そうなんや。私らもみんなが見よるぐらいのタイムラグを味わって、うんうん、配信しよるけ。そうか、そうか、そうか。これ音、あれじゃない、うん、トワイライトさん、こんばんは。ああ、私もこれ音消さにゃいけんか。そうだね。うん。オッケーオッケー。そうですね、あの改めまして、2012年3月1日、うん、2日、1日、1日、木曜日。なあ、どれぐらい休んどった？いや、1ヶ月ぐらいはあれだろう。ああ、休んどったよね、結構。角度が悪いんか、これ。うん、もうちょい時間かかる。結構休んどったね。うん、なんか音聞こえてますか？聞こえとろ。これボリューム上げたとき聞こえとったけど、うん、いろいろあれね、試し試しやりおるけど、そうそう、何も進んでない感じよね。何も成功してないよね、いろんなことね、うん、今日今は、さっき言った、三原白松の六文銭さんから配信していて、うん、キャンディーの iPhone から、ユースト配信をして、うん、キャンディーの iPad で、あ、聞いたね、ウィビットライブを見て、うん、見ながらの配信です。これどっちが悪いんじゃん、こっちが悪いんじゃん。こっちまだ止まってないね。これが悪いんだね。これが悪い。でもこれは悪くないよ、流れ動け。でもこれ映ってないね。どういうことやろ。まあ取り寄るっていうことを期待してそのままやろうかね。私の iPhone が見れてないだけなんだよね。全く意味のないことをつぶやきます。ちょっとあれをソーシャルあれするの、うん、あ、ゆきさんありがとうございます。聞こえてます、うん、画像も見えとったわね。見えてる見えてるね、うん、iPad の方だけじゃない。うん、そうだね。まあいろいろあれだね、改善せにゃいけんところもあるし、原因を有名せにゃいけんところもあるし、まあね、今日これ外でテスト的にこういう形でしょるんじゃけど、まあ、最終ねちょっと追跡の方に移行しようかなっていう話もしていて、私らのその内容、うん、キャンディーの内容で、うん、ユーストにこだわる必要があるかって言ったら、うん、そうでもないなっていうところよね。で、まあ、いろんな外へいろんなとこ行ってやった方が楽しいかなっていうのもあって、うんうん、まあ、ツイキャスにしてみようかというので、この後ちょっとツイキャスでテストをやろうかなと思っているんですが、うん、であれよね、見る方も、うんうんうん、あのアプリを落とすとかにいけるのかね。そうだね、スマホとかで見る。そうよね、スマホとかで、パソコンとかだったら普通にねツイキャスで検索してこれるけど、うん、あ、そっか、みんなどうなんかね、こういうのってパソコンで見る人の方が多いんかね。半々じゃろうね、今ね、うん、今見よる人はあのスマホですかね。スマホの方が多いんかね。ゆきさんとトワイライトさんはスマホからでしょうか、パソコンからでしょうか。だってスマホからだったら、うん、ビビッと書き込み、あ、できるんか。できる、できる。あ、できるんか、うん、うん、そっかそっか。そうそう、まあどっちみち、うん、まあ私らの考えとしたら、うん、あのツイキャスに移行していくのは 100% なんで、皆さん、うん、100% なんで、あの落とせなんでそれ、あの落としてもらって、まあ試験的にだけどね、うん、ちょっとやってみて、うん、まあ、4月ぐらいからちょっとまた形を変えてできたらなという感じよね。トワイライトさんはパソコンから、まあ、からだし、からだし、まあ家で見よりさパソコンの方が、うん、あの便利よね、書き込みも。あ、ゆきさんもパソコンから、パソコンからなんね。だいたいパソコンからだろうね、まあ、この時間家に おるって言ったらパソコンから見るよね、それね、うんうん、確かにね。そうね、まあいろいろ試験的だけ、あ、でもないこうでもない、そうまいこといかんかったね、意外にね。うん、まあでも、
流れは合ってるね。それでまあこれでユースト流して、うん、リリットライブ見て、うん、するっていうのは、うん、もうだけ3月いっぱいは、うん、まあどの時点でこう切り替わるか分からんけど、うん、今はそのリリットからの山崎かお前からの自分でボケて自分で突っ込むねイリットから の, あのツイキャスに、うんね、今日とかやっとるけど、うんうん、もう4月入ったら、うん、もうからのとかなしに、うん、ツイキャスの方向でツイキャスオンリー移行します、うん、移行するんで、まあでもそれ撮って、うんうん、そしたらまあまあツイッターなりフェイスブックに、うん書き込みが上がってくるけ、うんうんまあ、それでちょっと見てもらえたらいいと思うんで、うんうん、そうだね、うんまあ、いろんなとこで外でやろうかなっていうのが強いのでそうそうそう、まあ、手軽にツイキャスでやっていこうっていう感じですかね、うんうん、手軽だったね手軽だねツイキャスね、うん、でちょっともうそうだね今日はテスト段階なんですがこのままツイキャスあの移動しますので、うんうん私のレミニスネットの方のタイムラインに、モイとか出るねあれあそうそうそうモイツイキャス配信あ今、うん、あれよねなんかツイキャスが始まったら、うんうん、あのオフの状態でも通知が来るように設定できるじゃん、うん、あできるねあれをしろみんなあれしろあれしろあれしろそしたらもうなんかもうあ始まったみたいななのでちょっとこのこれを切ってすぐにツイキャスへ切り替えます。あ、えジフさんに釣られてあのドラえもんクーカさんかコウカさんかわからんけど、うん、ドラえもんアイコンのまあねそんなに見る価値はないと思うけど今日はねあのテストだけこれが本番だと思わんで逆に逆に申し訳ないけどあのね完成度の低いなんかダラダラした感じが見たかったら逆に楽しいかもしれないそしてなんかちょっとあの遠方の方だったらね、うん全然なんか遠慮のない広島弁だけねあれ見てこれあの最初小声でって言ったのだんだんキャンディーの声が張ってきたんですお構いなしだけねなのでちょっと一旦あの切りましてツイキャスの方へ、うん移動しますそうだねこれツイキャスはこれで配信して、うんうんうん、これでそうだね、ビューアーで見て、うん、私の楽しみなの聞いてくれる、うん、これねあ初めて見てくれたあの、うん、コーが39クーガさんかあクーかクーかこれ感じてたクーガさんだクーガさんクーガさんがこのリビットで見て、うん、面白いか面白くないかの判断でツイキャスに来とるか来てないかこれ見物面白いまで何にも喋ってないよねできてないことしか喋ってね。これ楽しみでね、あのツイキャスに移動するけん。はい。で、ツイキャスの方は私のレミニスネットのタイムラインの方に、モイとか言って配信始めましたみたいな、つぶやきの後にリンクがついてますので、そこから、入ってきてください。はい、皆さん。